曇り空から小雨が落ちています。どちらが勝っても初の日本一です。甲子園はこの大会一番の観衆、すでに満員です。佐賀商業と鹿児島商工高校を改めた湘南高校、史上初めての九州勢同士の決勝戦。原田富士夫さんの解説、実況私松本でお楽しみいただきます。1回の表の佐賀商業の攻撃が始まるところです。マウンド上には鹿児島湘南高校のエース福岡、1番セカンド2年生の宮原、一方佐賀商業は先発ピッチャー2年生の峰、ともにこれまで一人で投げ抜いてきたエース同士の対戦です。そして打力は両チームともに3割を超えるチームアベレージ。福岡投手は4試合36イニングス、173センチ、今日4日連続の登板です。去年の選抜と夏の大会、そして今年の夏と合わせて今日が甲子園で、バッテリーキャッチャーキャプテンの田村と組んで今日が11試合目です。原田さん、はい、面白い決勝戦になりそうですね。全くその通りですね。持ち味 の、 その違ったチーム、まあ、こういう対戦になりましたね。この福岡投手がさあ立ち上がり4日連続の登板ですが、どういうピッチングを見せますでしょうか。4試合のピッチング内容、原田さんはどう分析されますか。やはりその大きなカーブとスライダー、そしてその追い込んでからのこのストレート、三振、これですね。やはり彼の一番いい球というのはやはりストレートがね、なかなか力ありますからね。決勝戦のスコアボードのこの先発メンバー、ともに昨日の準決勝戦と同じオーダー、同じメンバーです。先行が佐賀商業、後攻めが鹿児島湘南高校です。2番ショートキャプテンの西原、先ほど原田さん両チームの持ち味が違うとおっしゃいましたが、やはりこの湘南高校はですね、どちらかというとそのもちろん打線はいいわけですけどもね、その非常に積極的にその振り切ってくる、なかなかそのパワフルな打線の持ち味ですよね、はい、一方その佐賀商業はですね、このここという時にその粘りを発揮する、まあ、そういうその試合運びの中で集中打を出す、まあ、粘りに粘る佐賀商業、まあ、こういうあの両チームの持ち味だと思いますね。ライト、一塁側に佐賀県立佐賀商業、低い球、セカンド岩切ツーアウト、1回の表の先攻佐賀商業ツーアウトランナーなし、3番サード2年生の山口、昨日の準決勝佐久高校戦延長10回裏サヨナラヒットを打ったバッターです。佐賀商業はレギュラー3年生が4人、2年生が4人、1年生が1人という9人です。
チームアベレージが3割飛んで9厘。佐賀県勢として初めて決勝戦に進んできました。一方湘南のこちら福岡ですが、長く野球ができてまず幸せを感じます。優勝にこだわらず早く終わってゆっくり休みたいですというのが試合前の言葉。今変化球を打ちましたね。はい、スライダーだと思うんですけれどもね、佐賀商業の打線にとってはですね、はい、今のようなやや中に入ってくる、このようなその変化球ですね、これはもう逃す手はないと思うんですよね。これをしっかりとそのまず初めに打っていく、これもその攻撃のポイントになると思いますね。4番の1年生の田中、アベレージは2割2分7厘です。立ち上がりまだバッター4人目ですが、福岡投手の印象というのはどうでしょうか。どちらかというとアウトコースにその変化球と速球、こういうものを徹底的に投げてるんですよね。コントロールは悪くありません。おとといの3日前の準々決勝、3日前の3回戦福島双葉高校、おととい長崎北洋大高校、昨日の柳ヶ浦高校、4日連続の登板。正直申し上げて原田さん、はい、どちらが有利と思われますか。やはり波に乗る両チームですけれどもね、打線の調子のいいのはこれはもう両方ともいいと思いますよね。そうですか、はい、ですからあとはその、実力優位と言われているこの湘南ですよね。これに対して佐賀商業はですね、その打線をいかに前半抑えるか、これが一つのポイントになると思うんですよね。それと試合前の両監督の話ですが、湘南高校長谷山監督、一方佐賀商業田中浩司監督ともに随分緊張されてました。なるほどね。一塁ランナーヒットの山口はこの大会盗塁一つ成功。それにしてもよく入りましたね。入りましたね。こういう時にはね、特に外野手の守備というものがね、少し気になりますから、ボールから目を離さないことですね。試合開始前の2時間半の9時半に開門になりました。11時過ぎには内野席はすべて売り切れました。1、2塁間、あっとランナーに当たりました。バッターには内野安打が記録されますが、走者アウト、3アウト。